様こんにちは。島村楽器丸井錦糸町クラシック店ギター売り場担当の小林です。本日も、クラギアチャンネルボリューム7ご紹介したいと思います。本日の楽器はカール・ハインツ・ルーミヒになります。今はこちらの方のケースの中に入っております。では早速ご紹介いたします。はい、ですね、すごいもう模様が入っております。ルーミヒは、1953年生まれのシュトゥットガルト音楽大学でマーレック氏に師事。19歳の時からグラナダでギター製作を学び、ギターメーカーのヘフナーに勤めてマイスターの称号を取得いたしました。ヨーゼフ・エトベシュカ・ショパンの編曲集やバッハのゴルトベルク変奏曲の録音に彼のギターを使用したことで有名になりました。パヴェル・シュタイドルやもまた彼のギターを使用しております。ドイツ、スイス、オーストラリアなどでギター製作のマスタークラスを開講されております。とても状態のいいカール・ハインツ・ルーミヒの本日は当店に希少な中古楽器となっております。裏いきます。ペグです。で背中いきます。はい、材の方が表が厳選松単板で、横裏が厳選はからんだ単板です。塗料はセラックです。原調の方は 650mm となっております。カードケースが付属で付いております。こちらはですね、使用に伴う、小傷ですねがございまして、14フレットのところにございますけれども、この辺ですね。でこちらなんですが、特に演奏上の問題はございません。当店でご確認ください。はい、こちらはですね、よろしいでしょうか。新品時の通常販売価格は税込み165万円のところ、税込みの115万5千円となっております。それでは、こちらのカール・ハインツ・ルーミヒの音をご確認ください。失礼します。
ご視聴ありがとうございます。音の間いかがでしたでしょうか。優しいタッチでも明瞭な発音が得られまして、引き締まった感じの中にも甘美さの漂う音を発するギターだと思います。ぜひ、ご来店されて実際に触って音を出してご確認いただけたらと思います。ありがとうございます。